オルカリアは、ケニアのナイロビの北西約1 0 0ナイバシャ湖の南に位置する地域である。グレートリフトバレーの東リフトバレーの一部である。更新予から現在までに活動した、いくつもの河口からなるオルカリア火山帯があり、約180年前の噴火を最後に現在は、活動を休止しているが、噴気活動は続いている。ケニアを代表する地熱地帯であり、 アフリカで最初の地熱発電所がある。現在はヘルズゲート国立公園の一部となっている。グレートリフトバレーの東リフトバレーに連なる火山群の一つで、東にロンゴノット山が、南にススワ山がある。内場車庫のすぐ南に約240平方キロメートル広がる火山複合体で、その中心付近にオルカリアがある。 80以上の加工が区別されていて、その噴出物は、湖面台と質溶岩が主たるもので、素面岩、玄武岩などの溶岩もある。基板岩類の上を、約2万年前から現在までに活動した溶岩ドーム及び溶岩流が覆っていて、溶岩ドームは、直径 2km、高さ 340m になる、オルカリアヒルが最大である。地下1 5 0 0ルのボーリング港が、 掘削されていて、火山岩がこれらの深さまで続くことを明らかにしている。最も新しい噴火は、火山体の南東側にある、オロルブトと割れ目噴火口からの黒曜岩溶岩流と、軽い支流で、軽い支流の中の炭化した木の枝から180、プラスマイナス50年前という放射炭素年代が得られている。火山体の東寄りのところを南北に横切って、ジョロワ渓谷が通っている。 ジョロワ渓谷は、ヘルズゲート渓谷とも呼ばれ、200メートルに達する崖に挟まれた狭い渓谷である。内シャコの水位が今よりずっと高かった時代には、溢れ出た水がここを南に向かって流れていた。オルカリアでの地熱開発は1956年の掘作調査に遡る。1970年から1974年に、かけて国連とケニアが共同で、オルカリア、エブルル、 ハニントン湖の3地域で地熱開発調査を行った。その結果、オルカリアが最優先開発地域とされた。1981年6月、オルカリア東部で最初の15メガワットの地熱発電所が運転を始めた。これはアフリカで最初の地熱発電所である。1982年に15メガワットの2号機が1985年に15。 メガワットの3号機が同じ場所に建設された。この45メガワットのオルカリア愛発電所は31個の構成に接続され、プラントは98%という高い稼働率で運転している。2003年にはオルカリア北東部に建設された2つの35メガワットのユニットが運転を始め、70メガワットのオルカリア2発電所になっている。 これは現在アフリカで最大の地熱発電所である。オルカリア2では3番目の35メガワットユニットが2009年末の完成を目指して建設中である。オルカリア i ト2の6機の地熱発電所はすべてケニア電力公社が運転しており、建設は日本の三菱重工業が受注している。1996年、オルカリア西部の地熱開発を 大間とインターナショナル社が落札し、3メガワットのバイナリ発電式の地熱発電所を4機、計12メガワットを運転中である。また、2004年12月より1.8メガワットのバイナリプラントが、各記栽培会社によって運転されている。オルカリアの発電所の労働者、ありがとうございます。